るほどの参加者がいるとはな。早速行く足が直々に見て回るとしよう。立場が逃げよう。師匠の魅力が一番に決まっておる。今日もおのこをコロコロ転ばすのじゃ。ヨーク殿の部は圧倒的です。まさにまさに最強の魅力と言ってもいいでしょう。魅力とは理性をとろかす魔性と圧倒的な我が前に切り伏した。わしはその二つを兼ね備えておるのな。参加したくてたまらないというお顔ですね。ならばあなたの魅力を発揮してみて。ご少子、今こそ魔性を見せろ。神に。あんたたち見せ物じゃないんだけど。まあいいわ、みんな私を守って。行くぞ。ランク泣きまでに叩き潰す。まさか私が見誤るとは。貴様が出て面白い。全力でやり合おうか。お前を倒しわしの武を示すとしよう。ここです。帰るぞ。さすがは鬼神の名を持つ人間よ。だが勝負はわしの勝ちだな。ゼウス殿とあそこまで競り合うとは。呂布殿の強さやはり侮れないな。立ち上がれよ。さあここからが本番よ。参るぞ。えい、動じるな。慌てては敵の思うツボだ。味わえ敵将撃ち取った。おのども突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。今はかなわぬ。ここは引き、体勢を整えよう。なんという素敵な殿方。ぜひともお近づきになりたい。おお、身をかくか。娘たちがわしの魅力になびいたようだ。我が前にひれ伏した。万有と反骨は違う。引こう。すまぬ、今は引かねば。さあ娘たち、遠慮なくわしの胸に。あの素敵な軍師様ですね。ぜひ私たちとお話ししませんか。おや、困ったな。ここは神の顔を立てて欲しかったんだけれど。任せるがよい。ネレは天下一のカカ様じゃ。その包容力こそ何よりの魅力じゃて。全くもってその通りです。おねね様がいるからこそ俺たちは体を張れる。本体が直々に殴り込みなさい。騎士を頼む。行くぞ。ほう、今度は包容力と知性。やはりわしは両方とも持っておるぞ。おや、また競いたくなったのだ。ではまず両毛殿を知力で出し抜いてみて。寛明殿の様子を見るに両毛殿は密かに別行動をとっているようですね。ならば両毛本人を見つけ出し策を阻止しよう。わしの知性を証明するためにな。なぜお前がここに。まさか鬼神を見抜かれるとは。悪いな両毛、わしの知性を示すためここで倒させてもらうぞ。ネネ様の忍術ガチで天下武装ポネッサ。嬉しいこと言ってくれるね。だったら私頑張っちゃうよ。なんと一気に囲まれたな。貨幣で押し返すには奇襲しかあるまい。その知略
頼みにしています。華麗に勝ち、両毛殿の魅力を世に示しましょう。頼りにしてますよ。あんたの頭ならどんな苦境も跳ね返せるはずだ。まだまだまだ見足りなかったか。ここは引く。両毛の策を破ったぞ。わしの方が優れた知恵者というわけだな。打ち取りました。丹明殿が分かりやすい方でよかったですね。さあ次は包容力ですね。まあそれは簡単だ。奴らの包囲を打ち破ればよい。ヨモータは撤退されたようです。残念です。私たちの負けです。丹明の奴が下手打ったみたいだね。してまこれはあれだ。休憩するだけだから。この戦場、俺が本当に飲み込んでやる。さあ、あと頼んだ。戦うあなたは実に楽しそうですね。私も少し本気を出してみようとなりました。これぞ神の力。無双の活躍をしてしまったが、これでは美女に言い寄られてしまうやもしれんな。我が知力に挑むと無謀だな。私が負けたのと。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。もうどんどんやられてるよ。私が出なきゃダメみたいだね。戦うあなたは実に楽しそうですね。私も少し本気を出してみたくなりました。私の勝ちということでよいな。さて誰が最も魅力があるのか。これが明らかになったのではないか。閣下。そうです。では優勝者はここです。待て、俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレスとこの模擬戦は一人では参加できない。推薦人を連れてきてくれるから。問題ない、アテナが推薦人だ。バカらしいとは思ったが、アレスにどうしてもと言われたのでな。戦うあなたは実に楽しそうですね。私も少し本気を出してみたくなりました。神の魅力とは。すみません、俺はやはり父にはかなわないのか。思惑通り仲間割れをしている。リンゴを投げ入れた甲斐があったと言うか。ほう、不破の神エリスは奴だったか。随分とまどろっこしい手を使ってくれる。ここは一丸となってオーディンに当たらねばな。オリンパスの神の魅力、強さを見せつけてやる。父親、承知しました。アクアラが出足、稲妻。
やるな。イカズチ、これからもその調子で励むがいい。私に挑むとは愚か。力を絶望するがいい。助けがいるよな。触れてやるわけにはいかん。嘘だ、俺が負けるなんて。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたのかと思ったが、魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何より。